返しをすることになったんだ。ベルベットは俺の命の太刀の在りかを教えてくれたんだ。あと懲役500年を食らった牢獄から解放してもらった。感謝の順番はそれでいいのか。だから信用できないの。心外だな。ランゲス家の男は義理がたいので有名なんだぞ。それにしてもランゲツって変わった名前だよね。独自の権威と太刀を操る一族と聞いていたが。うん、なんでもご先祖は遠い異国の剣士でな、大昔にこの大陸に渡ってきたらしい。異国の剣士、道理で変わった剣と技を使うわけね。ご先祖は慣れない土地で随分苦労したらしいが、とある貴族に拾われた。以来蘭月一族はその貴族を主君とし、恩を返すために仕えてきたんだ。用心棒として？用心棒兼暗殺者兼隠密兼影武者兼。命じられれば何でもか。借りたものは必ず返す。命を使ってでも。ご先祖が残した家訓なんだ。実際5人いた俺の兄貴も4人死んでるな。義理がたいだろ。分かったわ。要するに一族揃ってまともじゃないのね。だな。味方のうちは頼りになるとも言えるがな。ん？なんでそうなる？よし、警備がいない。今のうちに倉庫の中へ。ベンウィックたち、うまくやったようだな。赤い箱、ミッドガント教会の風刺。中身を確かめるか。必要ないわ。燃やして、ライフセット。うん。依頼達成。撤収よ。嵐のせいで手間取った。一刻も早くアルトリウス様に報告しなくては。あなたはと、涙目の一等大魔士エレノア・ヒュームです。
気にさせるか。今度は逃がしません。穏便にはすまないか。呪い、とどめ。アンビバレンス効果力、テッパー、テッペイ。気にさせん。いでよ。遅い。テッペイ効果力、はぁー、テッペイ。気にさせん。テイ、はぁー、テッペイ効果力、呪い、効果力、衝撃脚、空砲絶衝撃、そこだ。くらい、尽くせ。気にさせん。呪い、とどめ、アンビバレンス。なしでまだやる気？まさか倉庫に火を。最悪の中で人々が築き上げたものをどうして壊せるのですか？人間じゃないからよ。許しません、ゴーマン。こいつまだ精霊を。エレノア様は僕が守るでくよ。かかってこいでくー。こい、そうでふうか。見つけたぞ、このバッドなお声は。裏切り者ビエンフ、珍妙にお縄に使え。出たー。こら戦いなさい。おい、煙が上がってないか？本当だ、火事だぞ。火が回る時間は稼いだ。逃げるわよ。お前も来い。離せ、魔女ざらい。ダイマス様、これは一体。ひどいお怪我を。私よりも人を集めて倉庫の召喚をお願いします。はい。この倉庫には何があったか分かりますか？確か滋養薬ネクターです。教会のギデオン大司祭が手配された薬で、各地の医療機関に送るために大量に。教会の薬を、なぜそんなものを。なんとか。よ、無念じゃよ。せっかくあいつを追い詰めたのに。ま、居場所が分かったからよしとするかな。あんた、あの変な精霊を探してたわけ？そうじゃ、奴の名は精霊ビエンフ。わしの可憐な乙女心を傷つけおった憎さ余って可愛さ全開なのるじゃよ。捕まえたらどうしてくれようか。意味が分からん。分からん。いいの、分かったら困るわ。これでばあさんのお使いは全部こなした。ローグレスの酒場へ戻ろうぜ。麻婆カレーが随分気に入ったんだな。そうなのかな。私に聞かないで。ベルベットは美味しいと思わなかった？わからないの。え？あいつは食い物の味がわからないんだ。いくら食っても満腹感もない。感じるのは血の味だけ。そう言ってた。そうなんだ。どうした？いつも以上に元気がないな。僕、
役に立ってるのかな。ん？六郎は何でも切れるし、アイゼンは誰でも殴る。ベルベットは強いし、何でも食べる。でも僕は格闘術は得意じゃないし、いつも元気がないって言われるし。そこに引っかかるか。戦いというのは攻撃だけ強くても意味がない。攻守のバランスが大事なんだ。お前の回復術があるおかげで俺たちは迷わず戦えている。そうね。何もしなかったマギルーに比べたらあんたは十分戦力になってるわ。何もしなかったマギルーと比べて。違う。今のはいかにマギルーが役に立たなかったかを言おうとしただけで。いきなり一人前になれると思うな。心が解放されて間もないお前がここまで戦い続けられているのは十分にすごいことだ。力というのは心と体を鍛えて培うものだ。お前がその努力を怠らなければ必ず強くなれる。アイゼン。大切なのは強くなりたいという気持ちだ。うん。命がいらないようだな。食らいつくせ。いけるか。とどめ。ブレイクブロッド。遅い。空砲絶射。呪い。どうだ。逃がせよ。効果的。空砲絶射。呪い。空砲絶射。呪い。しまいだ。こいつはどうだ。容赦も情け。